もこんにちは、ドンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。3月13日から、JR 東日本は、新ダイヤとなります。大きく変わるのは、東海道線、高崎線、宇都宮線です。いずれも、上野東京ラインと、湘南新宿ラインに、接続し、最大、15両編成の列車が、運転される、JR 東日本の主要幹線ですが、今回、それぞれ、列車が削減されることとなっています。それによって起きる変化について、簡単にまとめたいと思います。まず、東海道線では、快速アクティが、日中、普通列車へと格下げとなります。これにより、下りでは、熱海までの所要時間が、約、15分ほど伸びることとなります。しかし、上りでは、4分遅くなる程度で、大きな変化は少ないと言えます。平塚での、普通列車接続、下り、戸塚での、湘南新宿ラインとの、接続もなくなるため、普通列車の所要時間は、若干短くなる場合もあることでしょう。続いて、湘南新宿ラインと、直通する、特別快速です。この列車は、新ダイヤでも快速運転が行われますが、下り、平塚で接続する普通が、平塚止まりとなってしまうため、普通列車を、追い越さない快速となってしまいます。上りについては、大船で、上野東京経由の普通列車と、接続するパターンもありますが、高崎線に入った後は、やはり普通列車を追い抜くことはありません。改正前のダイヤでは、鴻巣で、普通列車と接続するパターンが、多いようでした。なお、南港については、改正前と同じく、桶川で、普通列車と接続するようです。ただし、終点の小田原では、熱海方面行きとの接続が、ないため、後続の普通列車に乗り継ぐ必要があります。その列車は、なんと、桶川で追い抜いた普通列車なのです。つまり、桶川から、小田原より熱海方面へ向かう場合は、普通列車の方に乗らないといけないのです。改正前のダイヤの場合は、平塚で追い抜いた、宇都宮線からの、上野東京ライン、普通列車となっていました。続いては、宇都宮線系統です。湘南新宿ラインから来る、宇都宮線内、快速となる列車は、北港では普通列車を、追い抜かなくなります。改正前は、浮きで普通列車と接続していました。より複雑なのは、南港です。改正前は、古賀で上野東京周りの、普通列車と接続していましたが、戸塚駅で再び隣の、ホームに到着する関係となっていました。しかもその普通列車は、平塚で、快速アクティに接続していましたが、アクティは宇都宮線内は普通列車で、湘南新宿ライン経由の、快速よりも、後に発車する列車だったのです。小山駅基準で考えれば、このような関係で、横浜から戸塚までなら2本目、戸塚から平塚までと、大磯、二宮、鴨宮なら1本目、神津と、小田原から熱海までなら、3本目が一番早いという、非常に複雑な関係になっていました。改正後は、どうなるかというと、まず、湘南新宿ライン経由の、快速は、大宮で、先行の、上野東京ライン経由の、普通列車に接続するようになります。ところが、上野東京周りの方が、横浜には早く到着しますから、横浜より南側へ急ぐ人は、大宮で乗り換える必要があります。大宮で、普通と快速の立場が逆転してしまうのです。これをわかりやすくするため、上野東京周りの列車の、方を快速ラビットにすればよいのでは、と考えてしまいますが、そうなると、埼玉新都心と、奥駅が通過となってしまいます。そのため、上野東京周りの方を、普通列車として据え置いたのではないかと、考えられます。なお、平塚より先の区間は、高崎線からの、普通列車熱海行きに乗り継ぐことができるため、3本目の熱海行きを待つ必要は、ありません。最初に来た電車が、一番早くなった。という意味では、わかりやすくなったダイヤ改正なのかもしれません。